皆さんこんばんは、岡です。今日はね、予定が大きく変更になって、帰宅が遅くなりました。多分明日はそんなことないと思うんだけど、予定がね、どんどん変更になってきて、まあ、めんどくさいことが一件増えたかな。まあ、それでもね、今日中に終わったんでよかったです。めんどくさいことはね、その日のうちに終わらせたいからね。でも、なんか、ちょっと人手不足というか、人数が揃わなかったりとかで、ちょっとめんどくさい。人数がいれば多分ね、今日の問題もね、そんなに大変じゃなかったんだけど、人数が足りない状態であったから、ちょっと、めんどくさかった。まあ、そこは、今後、うまく、少ない人数でやっていくしかないね。まあ多分、そのうち、人手不足の問題も解決するだろうから、まあいいや、話が長くなりそうなので聞いておきます。それでは今日もありがとう。また明日もよろしく。